うこなれ感のあるローポニーの中で一番簡単なんじゃないかなって思います。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回はもう本当にめちゃめちゃ簡単なのに可愛くておしゃれなローポニーの作り方を紹介していきます。寝坊した時とか、まあ私もよくやっちゃうんですけど、あとは急にお出かけしないといけなくなった時、そういう時ってアレンジする時間ないし、でももうボサボサのまま行くわけにはいかないじゃないですか。なんとかしてでもやりました感を出さなきゃいけない時ありませんか？今日紹介するアレンジだったらめちゃめちゃ簡単でこなれ感もたっぷりのアレンジなので、ぜひ皆さん参考にしてください。今回のローポニーのポイントは2段に分けて作るっていうところですね。ほんと全然難しくなくてめっちゃ簡単です。もう何回も言ってますが、めっちゃめっちゃめっちゃ簡単です。ボブの人とかも一つに結べる人とかはできると思うので、ぜひ一緒にやってみてくださいね。まずはしっかりブラッシングからやっていきます。もう一気に年末年始ムード感なくなりましたね。さすがに皆さん年末年始はゆっくり過ごせましたか？私はもうね、結構しっかり休みましたね。なんかもう逆に休みすぎて気持ち悪かったですしっかり休もうって思って実家に帰ってダラダラ過ごしてたんですけど、大丈夫かな私って思うぐらい休んじゃいました。めっちゃ寝ましたね、久々に。で、毎日地元のスパ施設みたいなところがあるんですよ。たくさん温泉があってみたいなところがあって、そこに毎日行って友達と露天風呂入ってました。やっぱね、すごい思ったのが、そういうスパ施設のドライヤーとかシャンプーとかなんとかしてほしいですよね。まあもちろん私全部シャンプーとトリートメントとか全部持ってったんですけど、さすがにドライヤーは持っていけなかったので、風が出てるのかもうわからないぐらいのレベルのドライヤーとかだったんで、結構ドライヤーの場所って混むじゃないですか、温泉とかの。そりゃこの風量じゃ髪の毛乾かんよと思って、今度からドライヤー持参していこうかなって思いましたもん。でもたまに東京のスパ施設もよく行くんですけど、コテもアイロンもしっかり置いてあるとこもありますよね。全国そうなったらいい、本当に。ドライヤーも爆風のドライヤーにしてほしい。ドライヤー変わるだけでも結構ね、回転率変わりそうなんですけどね。まあそんな感じでブラッシングができました。はい、そしたらまず毛先をワンカール巻いていきます。ローポニーするときに毛先の本当にワンカールだけでも巻いてあげていると完成形もすごい華やかになって可愛いので、本当にワンカールでいいのでちょっとでも時間あればやってほしいですね。もうどうしても時間ないっていうときはそのままブラッシングのみで大丈夫かなと思います。ただ本当にこのワンカールだけでも全然変わるので、ぜひやってください。ワンカールも本当に髪の毛2つに分けて毛先一気にガーって巻けばワンカールできるので、ぜひやってください。はい、そしたら次はスタイリング剤をつけていきます。今日もユニドットのポリッシュオイルです。本当にもうなくなります、私やばい、買わなきゃ。ローポニーなので中間毛先ももちろんつけますが、この見える表面の部分もしっかりつけてくださいね。ほぐすところについてないとほぐした時に可愛くならないので、ただのボサボサになっちゃうので、表面の部分もしっかりつけましょうね。はい、そしたらさっき言った2段に分けてやるところなんですが、だいたい耳上あたりからざっくりと髪の毛を2つに分けます。上と下にもうざっくりでいいです。ここはもうガタガタになっても大丈夫です。そしたら一旦この上の髪の毛はクリップか何かで留めておいてください。クリップない方はゴムでね、結んでおいても大丈夫です。そうしたら降りている髪の毛をだいたい耳と同じ位置で縛っていきます。あんまり下すぎると後々やりづらくなっちゃうので、耳の真ん中ちょい上ぐらいがいいかなと思います。こんな感じです。そうしたら上の髪の毛を下ろします。上の髪の毛を右斜め上から左下に向かって斜めに分けとります。こんな感じ。ここもざっくりでいいです、大体で大丈夫です。そうしたらまず左側の髪の毛をネジネジしながら右側に持ってきます。その後今度は右側の髪の毛をネジネジしながら左側に持っていきます。こんな感じですね、両方ともネジネジ。この髪の毛をさっき結んだ毛束の下で合体させます。こんな感じですね。で、そしたらこの下にある髪の毛を結んでいくんですけど、このまま結んでもいいんですけど、ちょっとやりづらいなっていう方は最初に縛ったポニーを上で留めておいてください。これで結んでいきます。こんな感じです。で、上の髪の毛を外すとこんな感じになってます。この状態だと、まあ、後ろから見たとき可愛いんですけど、横から見たとき、この2つの毛束がパックリ分かれちゃってますよね。なので、ここの差を埋めるために、一回ピンで留めるんですけど、下のねじった髪の毛を結んだ方の髪の毛を逆リンパしていきます。
まずは真ん中に穴を開けたら内側から外側に出すようなイメージで毛先をくるりんぱしていきます。でキュッと締めます。そうするとこの毛束がキュッと上に向いてくれるので、上の毛束を下ろした時にこんな風にぱっくり分け目がなくなります。はい、そうすると今こんな感じです。あとは最後に上のところをほぐすだけです。まずはネジネジしたところからほぐしを加えていきます。そしたら次はこの真ん中の部分ですね。だいたい3箇所ぐらいほぐせたらちょうどいいかなと思います。そうしたらあとはこの横の部分をだいたい 1,2,3,4 箇所ぐらいほぐしていきます。反対も同じように 1,2,3,4 箇所ぐらい横の部分をほぐしていきます。あとはこの下の部分も忘れずに軽くほぐしていきます。はい、後ろはこんな感じで完成です。キャーン。あとは前から見た時も可愛いようにちょっとだけ調節します。で今の感じもちょっとピシッとしたしっかりとした髪型に見えるんですけど、この耳上の部分を軽く外して耳をちょっとかぶせてあげるとルーズな感じが出て可愛くなります。これは好みでやってください。その時の場面だったり、なんかちょっと仕事でしっかりしないといけない時は耳全部出してピシッとした感じでもいいかなって思うんですけど、ちょっとルーズな感じ出したい時は耳上をねちょっと隠してあげると、はい、こんな感じでちょっとルーズ感出ましたかね。はい、これで完成です。じゃーん。どうですか？めちゃくちゃ簡単じゃないですか？これだったらもう本気出せば朝の2分ぐらいでパパッとできちゃうし、ゴムも見えなくておしゃれ感ありますよね。時間のない朝にめちゃめちゃおすすめなヘアアレンジで、こういうコナル感のあるローポニーの中で一番簡単なんじゃないかなって思います。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで今回はめちゃくちゃ簡単なのにおしゃれで可愛いローポニーの作り方の紹介でした。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントをお待ちしております。そしてあやまるベヘアチャンネルの公式 LINE もありますので、追加をしていただくと5つのプレゼント動画があります。そちらも概要欄からチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。